フィアリエ、どうやってここに。待て、なんだか様子が変だ。なんだ、なんかまともじゃなさそうだぞ。ああ、まるであの禁猟の外で遭遇した兵士たちのようだ。彼女の力であのようなゲートが。話は後だ。来るぞ。どういうことだ。彼女にこれほどのズーグルを支援する力はないはずだ。あのマスターコアみたいな石の力みたいだけど、そんなもの、まずはどこから。フリートポゲ、オーダーバックエンジン、エアスラスト、
あとは彼女だけだ。フィアリー、私の声が聞こえるか。フィアリー、また何か召喚する気だよ。術者の力を上回る術は負荷が大きい。何度も使えば彼女自身が持たないわ。ティオハリム、すまん。したぜ。大丈夫か。ああ、気を失わせただけだ。そうじゃない、あんたのことだ。すまないが、彼女を治療してやってもらいたい。ええ、ただ目を覚ました時正気に戻っているとは限らないわよ。それにここ本当は入っちゃいけない場所なんだよね。このままここに置いていくわけにもいかないんじゃないの？それは僕が引き受けよう。あんたは？アバキール、なぜここに？君のことが気になってね、後をつけてきたんだ。タルニガスの死の話も聞いてしまった。すまない、そんな事情があったなんて。私が自分に都合のいい嘘をついているとは思わないのか？これでも多少は君のことを理解しているつもりだよ。フィアリエのことは任せてくれ。何をするのかは聞かないけど、うまくいくことを祈ってるよ、ティオ。すまない。いいご友人ですね。昔からそうだった。常に一歩後ろに立って目立たず気を回しすぎるフィアリエにも気の毒なことをした。彼女がああなったのは自分のせいだと思っているのですか？彼女をけしかけた何者かが、こちらが手出ししづらいのを承知でそうしたのは明らかだ。君もだ。君もフィアリエも私と関わったことで大切な身内を失った。兄の死の直接の原因はケルザレクであり、彼を操ったアウメドラです。タルニガスの死にしても本当の原因はスルドブリガであり、ひいてはレナの階層社会そのものにあるはずです。だからこそ
あなたはスルドブリガンを終わらせようと思ったのではないですか。そうだ、そうすることでしか私が死なせた人々に償うことはできない。償うことなどできません。できないんです、ティオハリム。辛いことですが、死んだ人は死んだままです。何もできません。受け取ることも許すことも。罪を忘れろというのか。違います、その逆です。決して忘れず、でも生きるんです。死者のためでなく、生者のために。生者のために。そうだな、俺たちはまだ生者の側にいる。何かできるとしたら、それは同じ生きているやつのためなんだろう。生きているということは、まだ何かできることがあるということです。責を感じるというなら、罰を求めるのではなく、その原因を除くことが私の務めか。はい、明日のために生きてください。昨日ではなく。そしてあなた自身もその中で努力しよう。でもまずは禁猟の謎を確かめることが先だよ。シオン、おかげで助かった。改めて礼を言う。どういたしまして。ヒアリエのこと傷つけずに止められてよかったね。君たちにもいろいろ助けられた、感謝する。よせよ、仲間だろ。さ、先に進もうぜ。ヒアリエはやっぱり操られていたのかしら。操られるって誰にだ。赤い女にか。誰にせよこの一連の裏にいるやつだ。どうあれ、ヒアリエの恨み自体は彼女のものだ。やり方が汚いよ。こっちが手を出しにくい相手を選んだってことでしょ。だがこれでレネギスのどこかに我々を敵視している存在がいることは間違いない。ええ、私たちに合わせて仕掛けてきたのだから。人の心に付け入る真似をするようなやつ、必ず見つけ出してやる。どうした、リメル。あ、ひょっとしてまた。うん、声だ。ダナの精霊力の意志。すごい量の精霊力がどこから。力
かの何か、意志のような。今のは奨励の儀だが、それ以上にあれは何もかもなくなるような感覚。なんだよ、何なんだよあれは。破滅よ、間違いないわ。茨が見せるのと同じ、私たち全てを飲み込む暗闇。何もない空虚、言葉では到底言い尽くせない。だが確かにあれは破滅だった。あれが破滅。あんなものをシオンはずっと見続けてきたのか。ねえ、今のってネヴィリの記憶だったんじゃないかな。ああ、ネヴィリの心の声が聞こえたみたいだった。少なくとも俺のじゃない。あの流れ込んできた力、シオンの茨と同じ感じがした。あれが破滅を見せたんだとしたら、茨の正体はあの精霊力だとすれば、やはり300年前の出来事とシオンの茨には関係があったということか。いや、それどころか確信に関わることかもしれん。でもあれは、あの精霊力は一体。茨と同じなら闇の精霊力ってことだよね。それってつまりレナの力ってこと。そういうことになる。闇の属性はレナ固有だ。精霊力が集まると意志を持つという話があったな。それじゃ、あの破滅はレナの精霊力が望んでいるということなのか。なぜだ。わからないよ。意志といってもすごく漠然としている感じだったし、ダナの意志みたいに。そういえばダナの意志も精霊力だったよな。それがさっきから俺たちに幻を見せている。そんなのに深入りして俺たち大丈夫なのか。ダナの意志は破滅なんて望んでないよ。わからないだろそんなこと。よさないか二人とも。憶測で言い争ってもいいことはない。進みましょう。ダナの意志がなぜ300年前の記憶を見せてくれるかはわからないけど、それが真相につながるなら私は知りたい。俺もだ。これがネヴィリの記憶なら、俺が知らないこともわかるかもしれない。戦い続けるためにも俺はそれを乗り越えないといけない。変なこと言って悪かった。行こうぜ。
ようやく茨の正体に近づいたようだな。はい、300年前の儀式がその原因らしいということもです。だが茨を解く方法はまだだ。この先で見つかるといいが。いよいよだ。ここに茨の真相、そして俺の過去があるかもしれない。それと向き合う覚悟。今の俺は万全の体制で臨みたい。少しだけ時間をくれ。あの過去の幻、私たちに関わりがあることばかり。ダナの意志の仕業かもしれないという話だったが、どうなのだろうな。俺たちに何かを伝えようとしているのか。そういやさ、死んだはずのやつを見たとか、ことづかったとか、そういう話って結構聞くよな。幽霊の類と一緒にするのはどうかと思うぞ、ロウ。いや、案外的を射ているかもしれん。人の思いや行いがさながら足跡のごとくその場所に刻まれるとしたら、そして関わりある者はとりわけ感応しやすいとしたら、それが私たちの見た幻の正体。ただの想像だ。ダナの意志の仕業かもしれないし、王や巫女の力が作用している可能性だってある。よくわからねえけど、精霊力がたくさんある場所ならあんな風に昔の出来事を見られるってことか。そんなにたくさんの精霊力が自然に集まることなんてそうないと思うけど。いずれにせよ300年も消えずに残っていたのだ。相当強い思いだったに相違あるまい。強い思いか。我ながら罪なものを作る。
ぜ。ロンダ先生、魔人剣ここまでだ。まだよ。魔人剣ついた。魔人剣ほら任せたまえ。見えた。魔人剣ほら魔人剣ほら魔人剣ほらどこかまってる。ロンダ先生、足止めは任せたまえ。さあ、拳を温めとけ。ロンダ先生、まだまだ鍛えねえとな。